プレ旅です。よろしくお願いいたしま す。さて今回の旅はこちらになります。ドン。400年の歴史を持つ城下町、新潟県上越市高田の旅です、うん。リフレッシュメンバー小沢ちゃんの、ね、地元にもなるんですけれども、はい、買いましょうね。さっきバイヤーやってくれてましたね。そうなんですよ、うん。はい、新潟の魅力をより知るためにまずは小沢ちゃんにおすすめスポットを教えてもらいましたよ。こちらご覧ください。お、すいません、尾崎さん。お、はい。新潟県に行こうと思うんですけど、おすすめの場所ってないですか？私、学生時代に上越市っていうところで過ごしたんですよ。意外とこう知られてない日本に誇るものがたくさんある場所なので、行ってほしいなと思います。やっぱりまずこの時期は、日本三大夜桜っていうのがあるんですよ。それと、雁木通りっていう道を守る、まあ、屋根みたいなのが続く通りがあって、さらに日本一古い飴屋さんもあるんですよ。だから2時間ぐらいかかるから、どうします、何時始発で出ますか？始発会社をね、平井さんがロケに行くんですよ。え、思わせぶりみたいなことするんですか？新鮮なリアクション取れるかなと思って。私じゃあ古いと。古い、そうですねあ、そうですねって言われたら仕方ないですよね。ぜひ良さを知ってほしいので、平井ちゃん頼みます。はい、ということで教えてもらってきました。はい、なるほどそうなんですよ、で今回のポイントをおさらいしていきましょう。おじゃちゃんに教えてもらった3つのポイントがあります。まずは日本三大夜桜ですね、そして豪雪地ならではの雁木通りがあると、で最後に日本一古い飴屋さんもあるんだよ。3つのスポットを教えてもらいました、では行きましょう。新潟県上越市高田へプレ旅。新潟県上越市高田にやってきました。イエーイ。新潟県小沢ちゃんの地元ですね。リフレッシュメンバーの出身地に来るのなんだか感慨深いですけれども、早速お散歩していきましょう。行こう。1993年に再建された三重櫓がシンボルの高田城。ここ高田城址公園は徳川家康の六男松平忠輝の居城として築かれた高田城の跡に作られました。実は日本三大夜桜に数えられる桜の名所でもあるんです。すごいところなんだ。行ってみたいと思っていましたよ。ただちょっと桜見てみると、おざちゃんまだ咲いてないじゃないですか。あらら、まあ、つぼみの状態ではあるんですが、見てみるとお客さんたくさんですよ。です、かなりにぎわってます。ただただ夜桜ですよ。またちょっと夜に戻ってきてみますか。さあ次のお散歩行きましょう、行きましょう。高田には歴史や文化が漂う個性豊かな町屋が数多く残っています、風情感じる町並みですよね。でももうかなりですね、あの木造の建物が多いんですよ。歴史感じます。で高田はこうしてね、実は屋根がある建物が非常に多いんですよね。こちらは雁木と呼ばれる伝統的な建物で、豪雪の際歩く道を確保するための作りになっています。中でも高田はおよそ16キロも続く日本一の雁木の町なんです。今回ご紹介する着物の大川、雁木の味を生かしながら家屋の内部も町屋の作りにこだわっています、こんにちは。素敵な町屋の雰囲気ですよ。和の雑貨がずらり、可愛らしいものばかりですね。上見てください。何この天井の高さ、初めてです。こんにちは。いらっしゃいませ、ちょっと素晴らしい。ありがとうございます。建物ですね。何屋さんになるんですか？うちは一応呉服屋なんですね。1830年頃、最初は米麹屋さんを営んでいたそうですが、明治35年呉服屋さんに変わり、およそ120年が経ちました。着物だけ並べる呉服屋っていうのは、あのもうそれしかそのお客様に入っていただけない。いろんなものをこう置いて、たくさんの方が来てくださって、実際着物あの何か欲しいとか 見たいとかって言った時にはすぐ
見ていただけるような準備だけはしております。着物だけにとどまっちゃいけないっていう思いからそうです、ね、いろんなもの置かれてるんですね、はい、店内を回ってみると着物を引き立たせてくれる雑貨がたくさん。さらに日本で初めてスキーを教えたレルヒ少佐の手拭いやバッグなど上越市ならではの雑貨もありました。ここだけのオリジナルグッズだそうですよ。そして着物も見させていただきました。すごい、すごい数じゃないですか。そうですね。ここは付け下げというね、はい、着物になりますけど、はい、素敵、優しい黄色、うん、グリーンに映えます ね、綺麗ですよね。これはそんな派手なあれではないんですけど、わあ、また独特な独特の、ね、柄ですよね。ロウを溶かして引いて、そして割ることで割った中に染料が入るでしょ。その割れ具合でこう柄が出るんですよ。ろうそくによってこの縦線が入るんですか。そうそうそう、こうあまりに奇抜じゃなく個性があるそういう感じのものをあの京都に行っては探して持ってきます。あのよろしければ私も今日ちょっと着てみたいななんて思うんですけれどもそうですか。レンタルみたいなことしてないんですけどね、お好きな方にはよかったらほんの、家にもありますので選んで着てください。ありがとうございます、はい、じゃあ小川さんセレクトでよろしくお願いしますということで今回特別に試着させてもらいました。今回試着させてもらったのが矢がすりの柄の着物になります。エリさん、いかがでしょうか。いやすごい素敵、これか買って帰ったらいいと思いますすごい、どうでしょうか。お母さん選んでいただいた、なんかとっても似合いで背の高い人がいいのかなと最初思ってたんですけど、最初もっと背の高い人が来ると思ってたってことですかじゃないけどとっても合ってて、ね、これでお花見ぜひ夜桜を、そうですね、はい、はい、楽しませていただきます。お町娘、行きましょう。あーい、おほほおしとやか。雁木通り、こうして着物を着て街歩きをするのにもぴったりですね、うん、続いてご紹介するのはこちらも雁木通り沿いにある高橋孫左衛門商店です。こんにちは。いらっしゃいませ。わあ、もう高田のお店はどこもかっこいいんだなって思うんですけど、だってもう後ろのショーケース見るとね、たくさんの飴がずらっと並んでますよ。そうですね、うちは昔から飴屋としてやっております。福井からここへ来て、うん、約400年になります。高橋さんは何代目でいらっしゃるんですか。今14代になります。14代目。わあ、そこからもかなり歴史を感じますよ。こちらは江戸時代から続く日本一古い飴屋さんなんです。店内には穀物の泡から作る泡飴、高田城城主が参勤交代の際お土産に使っていたといわれる沖縄飴など珍しい飴が揃っています。柔らかそう。沖縄飴というのは、ちょうど去年が300年なんですけど、ちょうど300年前に京都に行った先祖が寒天を持ち帰って作った商品なんです。プルプル、なんかプニプニしてるんですよ。いただきます。なんか大きかった予想より、ほら、本当だ、うんうん、あ、もちっとしました。噛んでくとこう優しい甘みなんですね。そうですね、こうじんわりじんわり伝わってくるものがあります、はい、ゼリーのような感覚で、おやつ感覚でいただけますね。そうですね。沖縄飴は日持ちの良さと独特の食感が江戸を通じて全国に広まったと言われています。すいません、お待たせしました。こちらが笹飴になります。笹飴、はい、笹の葉、笹の葉にいわゆる水飴を練って固くして笹にただこうつけたものなんです。あ、わあ、本当だ。飴が入っ
ってました。飴の美味しさと笹の香りで非常にまあ珍しいということもありますし、はい、美味しくいただけます。噛んではダメです。噛んではダメ？はい。まあ、私結構あの飴ガリガリ噛んじゃう癖があるんですけれども、ね、ダメ。歯についてしまいます。あ、そうなんですか。はい、あの上顎にこうピタッとつけて自然に溶かしていただく。なんと、いただきます。そんな食べ方怖い。あ、かやかついたって言っても甘い。甘い、甘い飴です。おー、歯にくっくんもっとやっぱそう、高橋さん今しっかりこう上に、はい、くっつきましたずっと舐めていたくなるような、この程よい甘さなんですよね。本当に甘さは自然なものになります。しっかりこうやって笹の香りって映るんですね。映るんです、はい、だからそこにもまた一つ美味しさがあるのかなと思います。どの飴も本当に美味しかったです。笹飴はよく旅人が喉を潤すために食べていたそうですよ。ここでしか味わえない飴がたくさんあるのでおすすめです。今回のプレ旅は新潟県上越市高田の旅です。最後は夜桜を見るためにもう一度高田城址公園を訪れました。改めて夜来てみましたけれども、雰囲気ガラッと変わりますね。明かりがついてるのも幻想的ですし、何よりも水面に映って見えるのが美しいです。桜とお城と一緒に見られたら綺麗でしょうね。撮影した日はまだ咲いていなかったのですが、こちらが満開の時の映像です。およそ4000本の桜が3000個のぼんぼりに照らし出されます。見ごろは、見どころはやはりお堀と三重櫓のライトアップだそうですよ。いかがです。いや素敵ね。本当になんか レベルが違うというか、迫力がすごいですよね。4000本の桜っていうね、規模がまたうっとりしちゃいますね。屋台もたくさん出ていますね。あちこちからいい香りがしてくるんですよ。お、あ、ちょっとこっち見てください。新潟名物ポッポ焼きですって。なんだろう、なんだろう、聞いたことはあるけど、ちょっと買ってみますか。ありました。はい、ポッポ焼きとは黒砂糖と小麦粉を混ぜて細長く焼き上げたお菓子で、黒砂糖の風味ともちもちとした食感がやみつきになりますよ。すごいもちもち食感なんですね。うん、黒糖のようなこの奥深さのある味わいと香りが一気に広がります。美味しいです。うん、花よりポッポ焼きですはい、ポッポ焼きに夜桜に、そして今回着物を特別に着用させてもらったんですけども、やはり夜桜ですね。本当です、圧巻ですね、はい、こちらの、ね、映像ですけれども、すごいなと思いました。本当に感動しちゃう、綺麗ですね。噂には聞いていましたけれども、これほどとは、はい、見入っちゃいますよね、はい、今週の月曜日頃が満開だったとのことで、どうなんでしょう、この週末ですと散っているこの、ね、桜も楽しめるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、ライトアップは今週日曜日までということです。気になった方はぜひ訪れてみてください。そしてまだまだポイントありましたね。高田には豪雪の際、この歩道を確保するための雁木というのが続いてまして、その雁木通り沿いにですね、江戸時代から400年続く日本一古い網屋もありました。なんか新鮮でしたね。すごくもちろんあの伝統がある飴屋さんなんでしょうけど、噛んでいい飴と、はい、噛んじゃダメな飴があるということで、まあ、飴舐めるもんだと思うんですけれども、いいんじゃない、なんかよく噛むアナウンサーにプレゼントであげたいですよね噛んじゃダメですよ、健康は噛んじゃダメちょっと良くなるかもしれないあ、でもこの日大阪からも来たり、本当に、ね、お客さんの体内大人気店でございました。ね、はい、高田に訪れた際にはぜひ一度立ち寄っていただきたいなと思います。以上プレ旅でした。